for too long. I don't know what else to do. I wanna get away from every little thing just to try to make it through.皆さんこんにちは、チリストの佐山祐希です。ただいま那覇に来ております。この前に宮古島の動画を見ていただいたと思うのですが、これから那覇1泊2日の旅をしていきます。まず一つ行きたいところがあるのでそちらに向かいます。今タイムズのレンタカーでレンタカーをしたので早速出て向かいたいと思います。那覇空港の近くにある瀬長島に来ました。瀬長島のウミガメテラスに来ました。聞こえますかこの音、飛行機が多分離陸します。すっごい音、戦闘機か。僕の後ろここら辺にアプローチングライトがあるんですけど、新しくできて第2滑走路です。はい、それではちょっとお店がある方に行ってみます。行ってみます。なんかヤシの木があって沖縄って感じですね。もう2日目なんですけど、なんかどこも映えって感じですね。こちらの海かじテラスですが、30店舗ほどのレストランやカフェ、そして雑貨店などが並んでおりまして、気軽に来て楽しめる場所となっております。こちらの海かじテラスからは那覇空港の滑走路がよく見えまして、今降りてきている飛行機はピーチのエアバス320の飛行機です。そしてこちらは JAL の新しい飛行機エアバス350の2号機となっております。はい、今日のホテルはザ・ブセナテラスというホテルです。はい、ここに、1回だけ泊まったことあるんですけど、泊まりたくて今回ここでホテルバカンス、ホカンスを楽しもうと沖縄に来ました。お風呂から海が見えるというオーシャンビューのお部屋です。はい、洗面所はこんな感じですが、タルゴというアメニティですね。シャワーとバスが別です。ちゃんとこうやって外に水があって、海に行こうかなと思います。はい、ブセナテラスのビーチに今から行きたいと思います。本当は一人で入る予定はなかったんですけど、沖縄に来て暑くて会いたくなっちゃったので、ちょっとのんびり行っていきたいと思います。今年初ビーチ、初海、初プールです。はい、プライベートビーチに来ました。それでは泳ぎたいと思います。
GoPro の映像をお見せします。On clouds instead of the concrete I'm dancing through. Everything's about to come my way. Nothing can ruin my day. No matter what anyone does or say, I smile at fools. No, I don't care, cause I am on my way. Up and I won't stop, I won't slow down. Standing on my feet, I'm gonna rise. Up, no, I won't stop. It is my time. What it's like to be broke. I know what it's like when nothing goes your way. So I'm gonna let myself go. It's too fun to suck today. Yeah, I am on my way. Strolling down the street with all of my favorite songs on repeat. I'm dancing through. Everything's about to come my way. And I don't care if you spill coffee on me or if the sky is gray or blue. No, I don't care, cause I am on my way. Up and I won't stop, I won't slow down. Standing on my feet, I'm gonna rise up. No, I won't stop, it is my time. It's like to be broke, yeah. I know what it's like when nothing goes your way. So I'm gonna let myself enjoy the fruit from this lucky day. はい、久しぶりに海とプールに入りました。部屋に戻ってシャワーを浴びて、このホテルを散策してみたいと思います。また明日の朝午前中にプールと海に入りたいと思います。プールは上段下段があるみたいで、でも今上段は使えないんですけど、めちゃくちゃ綺麗です。今4時40分ぐらいですね。最高ですね。はい、こちらがプールで、ここにあるのがプライベートビーチです。で、こちらの上の方は今クローズしてて、下のプールだけ使えるようになってます。こんな客室はこんな感じです。あと1時間ほどで多分日が落ちると思います。今外で生演奏をされている方がいるので、みんな外に出て見ています。だんだん日も暮れて、プールのライトもいい感じになってきました。
かり夜になってしまいました。今回の旅行プランの詳細というのをまだお話ししていなかったので、ちょっと今ご紹介したいと思います。今回の旅行ですが、44,396円で航空券とホテル、この2つが入って来ることができました。何かツアーに入ったのかというとそうではなくて、携帯のメモを見ながらお話をしますが、まず行きの日本航空 JAL ですね、こちらは羽田から那覇までは3000マイルで購入することができました。 JAL ナビカード減額マイルキャンペーンということで3000マイルで来ることができました。そしてその後に乗った JTA 日本トランスオーシャン航空ですが、こちらは本来だと9,620円だったんですけど、こちらも JAL の 5,000EJAL ポイントというのがありまして、1ポイント1円で使えるが5,000ポイントあったので、4,620円で乗ることができました。そしてレンタカーですが、こちらは3,400円でした。これに後でちょっとガソリンがつくんですけど、それは置いておいて、基本の料金がということです。次の日、2日目ですね、宮古島から、那覇空港までの ANA、 こちらは正規料金を払いまして9,320円でした。そして那覇のレンタカー、こちらは6,580円、これはガソリン抜きの値段です。帰りの那覇から羽田、明日乗る飛行機ですが、こちらは9000マイルで特典航空券を利用して買いました。またちょっとアップグレードをしたかったので、アップグレードしてしまったので、その値段は入っていません。こちらはしなくてもよかった値段なので、2日前に空きがあったのでしたということで、基本料金は 44,396円で来れたということになります。はい、そしてホテルですが、宮古島のホテルローカス、こちらは9,438円で購入することができました。それに地域共通クーポンを引きまして、2000円引いて7,438円、実質7,438円ということになりました。そして今泊まっているこちらのザ・ブセナテラスですが、本来ですと21,055円でした。こちらに6000円分の地域共通クーポンを引きまして15,055円で泊まっています。なので全部の基本料金として実質44,396円ということになりました。今回一休とか楽天トラベルとかでもホテルを取っていたので、最大 55% オフ、その一休とかのポイントを使うと、なので半額以下で来れてるということで、普通に払っていたら9万円ぐらいの旅行ではないですね。航空券も全部自腹で買っていたらもう10万を超している旅行を4,000円でできたということで、すっごいお得だなと、 GoTo キャンペーンに感謝ですね。そんな感じの今回旅行プランになっております。夜ご飯をどうしようかと思ってて、最初ここにあるビュッフェレストランに行こうと思ってたんですけど、今日着いたら今日はやってないみたいで、ちょっと日によってやっぱりコロナの関係でやらない日があるみたいで、どうしようかなってずっと迷ってて、でもこのホテルに来たからには、保管室来たからには、で思いつつずっと悩んでたら、なんか時間がぼーっとしてたら時間が経ってしまい、近くになんか美味しい焼肉屋さんがあるみたいで、そちらも行きたかったんですけど、ちょっと一人じゃなとか思っていて、その GoTo キャンペーンの地域共通クーポン6000円分も、明日本当に使えるかわからないので
ちょっと使っておきたいなと思ったので、今回こちらのルームサービスを頼みました。サラダにハンバーグ、ステーキにパン、そしてスープ、アイスティー。こういう時じゃないとこういうの食べれないんで、楽しんで食べたいと思います。飛行機の分を浮かせられた分、いいホテルに泊まって何回も行っておりますが、ホカンス、これオルナさんとかが言っていたのですが、ホテルバカンス、ホカンスを楽しみたくて、今回ちょっと奮発してこのホテルに泊まりました。 2,3 年前に来たきりの沖縄でずっと来てみたかったので、本当に今回来れてよかったです。今度は友達と楽しくワイワイしながら来たいです。一人旅もいいんですけど、やっぱりご飯の時とか寂しいんで、みんなでワイワイしているのもいいなと今回思いました。はい、ちょっとそれでは今から外の方に、暗いんですけど、ちょっとライトアップとか見に行ってみようかなと思います。人が少なさそうなので、ちょっとマスクを外して、人が来たらマスクをしていきたいと思います。はい、ここからは昼間の上段のプールサイドになります。こんな感じでライトアップされています。で、客室がこんな感じ、こんな赤くないんですよ。カメラの多分補正で赤くなっちゃってるだけです。なので今一瞬あれの匂い、カリブの海賊の匂いがしました。塩素。はい、ここが滝ですね。では下段のプール、ここは中華レストランらしいです。いや、一人じゃなきゃな、来たんだけどな、ちょっと一人じゃ中華っていうのも厳しいですしね。本当はコンビニエンスストアって言ってコンビニがやってるはずなんですけど、コロナでやっていないので、ビール1本買っといたので、これから部屋で飲みたいと思います。ちょっとプールの脇で一呼吸置いてから部屋に戻りたいと思います。はい、あちらのエントランスになります。ここがロビーになります。昼間チェックインした時、正面から青い海と青い空が見えてとても素敵だったのを覚えています。開放感のある広いロビーとなっております。で、また明日の朝こちらの様子というのはお見せしたいと思います。夜もライトがとても素敵でした。
ちらがエントランスになります。夜はライトがついて雰囲気が違くていいですね。ここでお酒とかお昼はアフタヌーンティーができるみたいです。帰りたいと思います。はい、散歩から帰ってきてもお風呂も入って暑い。こちら オリオンのドラフトビールですね。これ飲んで、あ、そう、ちょっとさっき食べたけどシークワーサーのポテチ、これ食べて寝ようかなと思います。いや、今日本当にホテルを満喫したって感じです。明日の朝食もビュッフェで楽しみです。いや、泊まれてよかった。でも明日で終わりってもう早いですよね。明日6時20分の飛行機なので、これからもう朝起きたらもう12時間しかないっていう。最後まで楽しみたいと思います。明日はホテルと、あと国際通りに行ければ行くっていう感じの動画です。それでは今日の動画は一旦ここで締めたいと思います。今日の動画がいいと思ってくださった方はぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。また Twitter と Instagram もやっておりますので、ぜひチェックとフォローしていただけると嬉しいです。はい、というわけでオリオンビールとシークワーサーで、外でね、風に当たりながらゆっくりして寝たいと思います。ではおやすみなさい。ご視聴ありがとうございました。